カリブ海地域はカリブ海とその海域の島々、周辺海域から構成されている。カリブ海地域はメキシコ湾と北アメリカ大陸の南東、中央アメリカの東、南アメリカ大陸の北に位置している。日本語ではカリブ地域、あるいはこの地域にある国を総称してカリブ諸国とも呼ばれる。この地方の大部分はカリブプレート上にあり、 域内には700以上の当初、岩礁、キーなどがある。島々の多くは東湖を形成して、カリブ海のと東口と北縁となっている。カリブ海地域の島々は、北側の大アンティル諸島と、南及び東側の小アンティル諸島からなり、大アンティル諸島やカリブ海より北に位置するバハマ諸島をも含んだ、より広い範囲を指す表現としての西インド諸島の一部となっている。 広い意味では、大陸の一部であるベリーズ、ベネズエラ、ガイアナ、スリナム、フランス領ギアナもカリブ海地域に含める場合がある。地政学的には、カリブ海地域の島々は北アメリカの海区分と見なされることが多く、合わせて30の主権国家、海外圏、俗領からなっている。1954年12月15日から2010年10月10日まで5つの 統地体からなるオランダ領アンティルと称されたオランダ族領があった。また、1958年1月3日から1962年5月31日まで、イギリス族領であった、英語圏の領域が構成した、西インド連邦と称された、短命な自治国が存在していた。クリケット西インド諸島代表は、その後も、これら諸国の多くを代表して編成され続けている。 この地方の名称は、スペインによる征服の時期に、長ンティル諸島や、近在の南アメリカ大陸の一部にいた民族である、カリブ族の中から取られている。カリビアンの最も一般的な発音は2種類あり、カー、ビエ n と第三音節にアクセントを置くものと、K、l i v エ n と第二音節に置くものがある。前者の方が歴史が古いが、第二音節に強制を置く発音も、 すでに75年以上の歴史がある。イギリス英語の和社は、カー、BN を好み、北アメリカ英語の和社は、典型的には K、リブイエ,エ,エヌを用いるとされるが、処文献の間には一致した見解は見出されない。カリブ海地域の英語和社の間でも、一致は見られない。カリブ海地域の地図、カリブのを意味する英語の単語、カリビアンは、様々な単意で使われることがある。 主な使い方は地理的、政治的な意味である。しかし、この言葉で指す対象は拡張され、奴隷、ヨーロッパによるアメリカの植民地化、プランテーションの仕組みなどと文化的、歴史的に強く結びついた周辺の領域まで包含することがある。カリブプレートカリブ海地域の地理と気候は多様である。この地方の一部の島々では火山に由来しない。 平坦な土地しかない。こうした島々の例としては、アルバ、バルバドス、ボネール島、ケーマン諸島、セントクロイ島、バハマ諸島、アンティグア島などがある。他方では、起伏が大きい山陵がそびえる、キューバ、イスパニョーラ島、プエルトリコ、ジャマイカ、ドミニカ島、モントセラ島、サバ島、セントクリストファー島、セントルシア、セントトーマス島、セントジョン島、 トルトラ島、グレナダ、セント・ビンセント島、グアドループ、マルティニーク、トリニダード・トバゴなどの島々もある。ベネズエラ領ロス・ロケス諸島のカーヨでアグア、ダイアンティル諸島とコアンティル諸島の範囲の定義も異なった形で行われることがしばしばある。バージン諸島はプエルトリコの島棚に連なる、船体上にあるため、しばしばオーアンティル諸島の川に入れられる。 ショーアンティル諸島という用語は、列島を指して用いられることがよくあり、クレナダを含み、トリニダードトバゴやリーワードアンティル諸島を除外して、用いられる。この地域の気候は、熱帯気候であるが、降水量は、標高や、島の大きさ、海流などとの関係で多様である。例えば、ショーアンティル諸島の ABC 諸島は、打ち寄せる冷涼な優勝流によって乾燥している。 出順な貿易風が定常的に東から吹くため、山ちな島々では熱帯雨林と半砂漠に気候が分かれている。時々吹く北西風は冬季に北寄りの島々に影響を与える。カリブ海地域は一年を通して日照に恵まれるが、季節は寒気と雨季に分かれ、一年の前半よりも後半の6ヶ月の方が出順である。カリブ海には 豊富な海遊性の魚の群れや亀などがおり、サンゴ礁の形成も進んでいる。大西洋とカリブ海の縁、プエルトリコ島のすぐ北側に位置する、プエルトリコ海溝は、大西洋全域の中でも最も水深が深い場所である。カリブ海地域はしばしばハリケーンに見舞われるが、通常はグレナダより北側、バルバドスより西側が襲われることが多い。 主なハリケーンベルトはカリブ海東部のバルバドス島の北西側まで伸びている。カリブ海地域にはカリブ海と太平洋を結ぶパナマ運河経由の主要な航路がいくつも通っている。ジャユヤの山の上から眺めたプエルトリコの南海岸。ベネズエラ領マルガリータ島のプエルトクルスビーチ。コロンビア領サンアンドレス島。グレナダのセントジョージズにあるグランドアンセビーチ。 グアドループの産地にある、教会の墓地、大アンティル諸島省アンティル諸島。ありがとうございます。